はい、本当これ時事ニュース中の時事ニュースなんですが、台湾総統選挙で親中派が連立っていう、はい、まあ親中派と、まあそうですね、はいはい、連立かということですね。はい、国民党と、民進党という対立構造があった、はい、あった中で、この第3である民衆党が出てきてという、はいはい、その民衆党と国民党がですね、はい、なんと今回、一緒に戦うと協議に入ってるんで す、 です、ね、最終的にどうなるかっていう、はい、立候補の受付が20日から24日までなんですよ、はい、もうだからもう今、はいはいはい、受付が始まってるんですよね、ええ、そうですね、でここでどうなるか、これね、はいはい、うん、まあ、1番目これは今蔡英文の後継になるね、はいはい、雷清徳さん、あ、雷清徳様はもう、まあ、これは、まあ、日本でもね、もうメディアで結構あのインタビューとか出てきてです、ね、あの安倍さんにね、はい、近いっていうかね、蔡英文さんもそうだし、はい、安倍さんも次雷清徳さんになるだろうみたいな感じの流れだったんだと思うんですよね、はい、そうですね、はいはい、それで次が、まあ、例の国民党、はい、これは前永久がですね今暗躍してまして、はいはいはい、それで、まあ、中国との交流をしていくのが台湾だという主張をしてるんですよね、はい、確かに、はい、で、この国民党の代表、はい、高遊戯ですね、はい、そうですね、はい、でその民進党でも国民党でもないというその、はい、第3の、まあ、野党第2党、野党第2党ですね、はい、民衆党ってのあったんですが、はい、この柯文哲を担いでる民衆党と、はい、この国民党がくっついて、そうですね、親中派として、はいはいはい、うん、まあ、民進党と戦うんじゃないかというふうな流れが出てきちゃってたんですよ、はい、でこれになると、はい、なんかもう結局、うん、台湾という国が、はい、自分たちが戦わないです、はいはいはい、中国と仲良くしたいですって言い出したら、はい、これアメリカもどうしようもないんですよね、手出せないじゃないですか、そもそも最前線の国が、はい、いやいや俺らは中国と仲良くやるし、はい、みたいになってきた、はいはい、まあ、よくありがちな、まあ、アジアではよくあるパターンとかいうか、はい、そうです、あの見られるパターンではありますよね、うん、そうです、はい、でまあ、中国側の工作なのかどうかは分からないですけど、はいはいはい、まあ、この民衆党ってものを作ってこうバラバラにしといて最後にまとめて、はい、中国にそのまま飲まれるようにするというふうなことを画策してたとしてもおかしくないなと、そういうふうにも思いますし、でこの台湾に関しては我々の来年のですね、うん、1月 の、 あの総選挙の時にですよ、はい、総統選挙の時に、うん、一応取材で、はい、もうあらかじめ言っておきますけど、あの行くということを決定しております、うん、なのでその時に、まあ、現地の、ね、はい、雰囲気というものをあのこう我々うまく伝えられたらな、まあ、あの日本語が喋れる台湾の、まあ、一緒に飲ん毎回行ったらちょっと話を聞く、はい、まあ友人がいるんですけど、はいはいはい、その人ももう台湾人っていうのはね政治が分かんないんですよと、あ、もうそうですか、うん、あの目の前の商売の方しか見ないんですよと、あ、はい、まあ、あの防衛意識っていうのが、まあ、もちろんほら、毎年1回あの、はい、あの大きな訓練、うん、やっぱ軍事訓練みたいなのやるんですけど、うん、その割にはあの国防意識っていうのがやっぱいまいち低いみたいなところはあるんじゃないかという、うん、そうです、まあ、あのルトワクなんかはあの台湾のことをやっぱりすごく批判的に見てて、やっぱ自分たちでその戦う姿勢をやっぱりあの出さないと、うん、なんか選手の文化がやっぱ足りないんじゃないかっていう、ね、ちょっとね棚上げしちゃうところなんかもあって、うん、はい、だからちょっとこうのんびりして南国というかね、はい、のんびりしてるというか、うん、ちょっともうあの中国人のこととかを、はいはい、まあ、責められてるっていう立場を忘れて、うん、はい、まあ、酒を飲んでるというような感じの、いやそうなんですかね、ちょっとね、うん、気になるところでありますよねこの動きがね、いやこれだってどう考えても、はい、うん、自分が台湾にいたら、うん、民進党一択しかないじゃないですか、はい、いやいやいや何やってんだよ、ただあの噂にやっぱ聞くところによりますとですね、うん、民進党自身がそもそもあのなんていうんですかね、あの党の党としての力がやっぱりちょっと足りないと、う
だからやっぱね、はい、その中国とビジネスしてるから、うん、国民党の方が、はい、まあ、つながりがあるってことですね。つながりがあるんで、はいはい、金はあるのかもしれないですね、うん、そうなんですよね、はいはい、あと伝統的にね国民党の方が、まあ、古いですから、はいはい、っていうところ での組織力みたいなところだとどうしてもね、はい、あの国民党側が弱いっていう、うん、あの国民党の方が強くて、あの民進党の方が弱いと今の与党が、うんうん、なので結構そのできもしないことを公約で結構言っちゃってるっていうところあるらしいんですね、民進党側は。ああ、そうなんですか。はい。で、できないことをやっぱりあまりに盛り込みすぎちゃって、うん、で、実際にそれができなくて、なんかお前公約できてねえじゃねえかみたいなところを、うん、まあ、突っ込まれるという、だからちょっと悪循環が出てるという噂。悪い意味で言うと、はい、国民党の方が現実的だよねと。まあ、思ってしまう台湾というところはあるのかもしれないですね。まあ、それとそれは最後に痛い思いするだろうけど、ね、はい、はい、ということだと思います。ちょっと心配ですね、はい。まあ、うん、来年の1月ちょっとねいろいろ取材して、あの僕現地の様子をですね、あの、うん、他にも、まあ、多角的にいろいろ見ていこうと思います、はい、専門家もいますからね、はい、いますので、はい、そちらもちょっと聞いていこうと思いますけどね、はい。デンジャーゾーンすごい本だということを、まずちょっと4つの点ちょっと言わせてくださいよと。デンジャーゾーンっていうのはやっぱタイトルがあまりにインパクトがあって意味がわからない人が結構多いみたいなんですよ、話を聞くと。でそれがですね、何かというと、これ現在のですよ、バイデン政権の戦略方針を暴く本なんですよ。なるほど。どういう何を考えてるかとか、どういうふうに進もうとしてるかっていうのをもう書いてると。そうです。バイデン政権およびバイデン の、 その背後にいる対中戦略を練ってる人たちの考えが、まあ、基本こういうことだよねっていうロジックが書かれてる本、はいはい。一つ目、現在のバイデン政権の戦略方針を暴く本で、はい、でこれがちょっと理解されてないので、はい、まずこれ1点目、はい。で2つ目、同政権およびその周辺の中国対中専門家ですね、どういうふうに見てるのかっていうのが分かります、はい、そのロジックが。で3つ目、それに対してどう対処しようとしてるのか、はい。まあ、ほらデカップリングとかやってるじゃないですか、はいはいはい、そのもっとさらにその先の話も書いてあります、はい。なのである程度 の、 そのアメリカのやってくるだろうなということが予測できちゃうんですよ ね、はい、ね。だってもうそのプログラムとしてこういうふうにやった方がいいって書かれてる。で最後これ、次の40年間、もしかしたら40年50年かもしれないんですけど、アメリカの戦略を決定づける本なんじゃないかと、はい、いうことです。そうですね、はい。明らかに、まあ、もちろんその一つだけの本でアメリカの戦略全てを決定づけるわけじゃないんですけど、うん、はい、そのうちの一つには絶対なりますよね、ということなんですよ、はい。なので、まあ、資料、歴史的な資料価値もある本だと僕は思ってます、はい。ということでこれはぜひぜひ皆さんにお読みいただきたい。これが分かれば、はい、逆に言うと国際政治が分かると。もうまさに米中20年戦争備えよっていうのをそのまんまの流れでデンジャーゾーンという作品ができてしまってるっていう感じですのでね。もう向こうがむしろ我々の作品をパクったんじゃないか。20年戦争って書いてたけれども、はいはい、いやいや5年でやれよというのがデンジャーゾーンですのでね。